ルーティン動画です。2月の6日日曜日、時刻の方は16時20分過ぎです。昨日はね、いや1日降りました。わすげえな、あのスイカ、スイカなんかまたシーズンですね。明日は日曜日、タラートバンビン、タラートレーンもね賑わってます。昨日はね、ほんと一日ずっと降ってましたね。寒かった。結局ね、寒くて家出らんなくて、いやもう今日は一日ね、あのこもってようかなと思ったんですけどね、まあ、18時近くになってね、まあちゃんたら行ってね、あのガソリン補給しようかなと思ってようよう出てきました。うん、けどねもう寒くてね、ちょっと飲んでらんなかったっすね。うん、あんでまあまあ早々にね引き上げて、で今日も、13時近くになってね、あ今日はね、朝方で雨上がったんですけども、なんかね、雲がね晴れなくて、もう曇天でね、昨日に引き続き、なかなかね肌寒いです。うん、で昨日ちゃんと言ったらね、一昨日あたりから、おかみと旦那がね、友達と列車に乗ってね、ルアンパバン遊びに行ったみたいですね。本人の口からはっきりそれ聞いてないんですけど、SNS で共有されてたんで、あ、なんだ今ルアンパバンいんのっつって、で子供たちがね、店番をしてました。で僕が着いたらね、あの息子がね、おもむろにね、わっ、しっぺー18って言うんですよ。は？って聞き直すと、ワンティシペ18日って言うんですよ。は？何日か前にね、ビエンチャン より南、南ラオスの賭博地ですね。そこにパクサンという町があるんですけど、パクサンまであのツーリング行こうよ。で、行こうよじゃないな、お前パクさんに行きたいかって聞かれたんですね。いや別に行きたきゃ自分で勝手に行くし、っていうかお前が行きたいんだろって聞き直したら、まあそうだと、で一緒に行ってほしいんだろって言ったら、まあそういうことだったらしいですね。うん、そのね、人に物頼む時のね、頼み方とかね、これラオ人そんな感じっすね。まずこっち何かねやってほしい時に、お前これは、やりたいかとか、これはやれるかとかって聞いてくるんですけどね。うん、これはまあ感覚の違いなんでしょうね。うん、お前パクさん行きたいか。あ、行きたいですよ。うん、行きたいから自分で勝手に行くし、誰の助けもいらない、自分でもう常に何回か行ってるしっていう感じなんですけど、まあまあね、彼的にはね、そう頼むのが、まあ、これあれなんですかね、あのメンツがあるんですかね。あといつ行くんだって言ったら20日過ぎとかって言ってたんですけど、まあまあまあね、そんなラオジにね1週間10日先のね予定をラオジに確認するなんてことは全くね、意味がないことなので、あ、そうなのぐらいな感じで全く相手にしない感じでいたんですけども、まあ、その答えがね、昨日の、
ボールにあの投げつけてきた18っていう数字でしたね。18日、あと金曜日とも言ってましたね。カレンダー見てみるとね、2月の18日は金曜日のようですね、うん、今日ね、メインの本編動画で撮ったね、うどん屋さん、ここです。場所的にはね、もうあの街中のアマゾンの近所、あとね、動画でね、2回登場したここのレストランね、レストランっていうか飯屋っすね、ここの飯屋、そのご近所なんで、このエリアがね、最近僕の、飯食ったりするね、エリアになってますね。まあね、こんなことでね、腹もね、立っちゃしねえですけどね、やっぱりね、ストンと踏みは落ちないですね、うん、もうちょっと言い方あるんだろうね、言い方とか思いますね。まあどうしよう、行くのかな、一緒に行くって言ってもね、あれなんですよね、あのツーリングの楽しみ方もね全然違うんで、彼はとにかく直線番長なんで、直線入るとねむちゃくちゃ飛ばすんですよね。僕は東京の中入ってるとね、スピード上がる方なんですけども、直線そんな飛ばさないですね。まあパクさん行ってみるかね。途中でね、ビール飲んだりするからね、ラオジンのツーリングってね。まあちょっと今ね検討中です。日曜日の割にはちょっと人通り少ない、天気悪いからかね、うん。今日は何本飲もうかね。